おお、逆光ですけどテレビ塔です。晴れたり曇ったりしてるんですけどね、今は風が強いです。はい、そして時計台にやってきました。見えるかな、札幌の時計台です。すごい観光客がやっぱりいっぱいいますね。今ちょうど11時で、さっき鐘がね鳴ってました。歩いている時にね聞こえましたね。ちょうど JR の札幌駅から、まあ、歩いて来れる場所にあります。でその近くにはね、さっき見えた大通公園のテレビ塔がありますね。おお、これが真正面です。マスコットキャラのトッケちゃん、はい、札幌トッケちゃんですね。トッケちゃん、あ、来た。こっち向いてくれた。お、締めポーズだ。お、馬車だ。すげえでかいね。エヴァカフェが札幌上陸。すごい薄っぺらい信号、まあ、縦型になってるのも雪対策でしょうね。ここの正面にはテレビ塔、さっきの時計台から歩いてすぐ来れる距離ですね。すごい時折パラパラと雨が降ってきてます。お、遠くには噴水もあるんだね。で、ぐるっと後ろ、あ、ここは見えない、ここかテレビ塔。ズームアップ、あ、エレベーターが動いてる。はい、そして札幌のテレビ塔、まあ、ここ見たので今度はあの大きい地下街お散歩したいと思います。ここからね、地下街のオーロラタウンへ行ってきます。鳥になった。
い小スペースでやってるセブンイレブン、すごいね、普段見ない光景だからちょっと驚きです。皆様、地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は宮の沢行きです。次は西11丁目です。 The next station is 西11丁目。次は宮の沢終点、降り口は右側です。The next station is Miyanosawa. This is the last station of this train. 間もなく Miyanosawa 終点、降り口は右側です。開くドア、足元にご注意ください。どなた様もお忘れ物のないように願います。白い恋人パークをご利用の方はこちらでお降りください。札幌宮の沢脳神経外科病院は5番出口出て右です。リクエストで、宮の沢駅に来ました、これから白い恋人パーク行きたいと思います。いやもう本当地下鉄も網目みたいになってるからね、やっぱり迷います。普通に歩いた方が早いわ。で5番出口ですね。で5番出口出たら、イカした名前の弁当屋ベントス、すげえかっこいい名前で、これを突き当たり左行きます。あ、見えてきました、あそこです。すごいいい天気なんだけどね、風が強いし、さっき5番出て、ここにあのイカした弁当屋さんベントスがあって、こうカクッと来て今現在地で、このまままっすぐ行って右に曲がると白い恋人パーク、ちょうどこの建物の裏側に位置してます。はい。ジャンル的にちょっと好きそうなもんがないのでスルーします。